線で描かれた存在さ、角ばった世界の片隅で、感情は白黒の呪縛。物語の中で迷っている、遊離した実存の影、エンドカードまであとどれくらい、消えないで、まだ誰か引き裂いてこの運命、手の中の鉛筆もっと強く握って、描かれるのが運命だとしても、自分のストーリー決めたい。視線はページの端へと、空白の未来を見つめる、消しゴムの恐怖、そのたびに新しい世界が生まれる。僕はただの絵じゃない、心も感情も持ってるんだ、再生のたびに切なくて、消さないで、まだ誰か引き裂いてこの運命、手の中の鉛筆もっと強く握って、描かれるのが運命だとしても、自分のストーリー決めたい。